LA フルラジオ。はい、今日も始まりました LA フルラジオ第61回です。はい、今日はあれなんです、11月の29日、はい、木曜日、金曜日、木曜日です。はい、そう、今週の火曜日はあの神戸の方に、兵庫県某所に行っておりましたので、はいはい、振り替えで今日は木曜日の収録です。よろしくお願いします。今日お客さんが多くて、自分たちの声がしかもちょっと小さくしか出せないから。そうなんです、喋れてるかわからないな。そうですね、マイクがあってよかった。はい、はい、前回の収録が11月の13とかでしたっけ。13だったかな。結構あれですね、アスノアが終わりました。そうでしたね、ありがとうございました。片岡さんにも PA さんをやってもらってありがとうございました。7回やりましたね。お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか、7回。7回は演劇としてどのくらい長いの。アジェとかって何回とか。アジェは10回やりました。10回、あ、はい、じゃあそういうのあるんだ。1週間いつ、10回か。1、2、3、4、5、6、7、8。そうですね、5日間、はあ、で2回ずつ毎日昼夜。そうか。そうだったので、なんかそう言われると7回 で90分とか100分7回ってすごいなとか思うんですけど、アジェ140分、あ、マジもっとあったかな。あれ、アジェすごい最終的に300分ぐらいいったんですよね。あれ200分だっけな、なんかすごい伸びに伸びてめちゃめちゃ長くて3時間以上とか。そうですね、ってなったみたいなのを、あの小屋の、なんだろう、何の人に言われたんだっけな、 PA さんかな、うん、音響さんかなに言われたんですよね。最終日、最終日何分でした、伸びに伸びてどんどん付け足しで。そうです、今泉監督の削れないやつか。いや、だったりとか、ううと、あのみんなが間を取りまくったりとか、好き勝手やったりした結果。なるほどね。へそうそう、とかって言われてたから。なるほど。なんかそれを考えたら長くないはずなのに、うん、なんかものすごく疲れているのはどうしてだろう。まあでも確かに大きい声出したり動いたりがやっぱスノアは多いよね、はい、そう、なんか普段じゃない感じ。私が今回あのなんかフィジカルがみたいなことを言ってたじゃないですか。言ってたね。動き回ったり大声を出したりするんですみたいな、はいはいはい、なんかハリエさんが言ってたんですけど、ナナエちゃんは大きい声を出すことがフィジカルだと思ってるでしょって言われてて、いや、あの、そうですってそうですって、はいはいはい、そう、だからもしかすると他の人からするとそんなに疲れてないのかもしれない。私は今回めちゃめちゃ疲れた。3回ぐらいある。まず、まああの、はい、いつもの家族の田んぼのやつが、はいはいはい、藤原さんがお兄ちゃんで、交通事故の流れのやつね。去年、そう、あの去年の出演者とほぼほぼ出演者が同じで、うん、そっかそっか。で、あの去年出てた人 で今年出てないのが古賀さん、スミさん、土屋さんっていうデイリーポータル Z の3人で、うんうん、そうだったね。 あと郷田さんか、うん、郷田さんか、はい、そうだ。でそれ以外はあの土屋さん、八木さん、藤原さんで、吉丸さんで、左右の2人、吉田くん、私、あとは宮部さん、あれ、うん、でほぼほぼ同じだったんです。プラスハリエさん、鬼太郎さんが今年はプラスでだったから、去年やった演目を結構踏襲してというか、つながっているみたいなものが多くて、そうなんです。なので去年見てた人も楽しめるし、今年初めて見た人も楽しめる演目みたいのが何個かあったかも、うんうん、そうですね、うん、そうですね、去年やった演目と続いてるというか、シリーズ化みたいになってたのは森のシリーズ。まず、ああ、去年は森の CEO だったんですけど、今年は森のケースワーカー。俺あれが分かんなかった、全然。森のケースワーカーさんですか、うんうん、森のケースワーカーさん何言ってんだこれ、全然分かんなかった。森のケースワーカーさんは要するに生活保護を受ける人たちの行くところ、うん、それは
何の何の CEO です。あーそうじゃない、ん森の CEO っていう生活保護、はい、をテーマにしてるのね。あれは生活保護のテーマというか、テーマともっとテーマはどちらかというと森の方がテーマかもしれないけど去年その森の CEO っていう あの重役会議、森の重役会議っていうねコントがあったんですよ、うん、宮部さんが最高責任者で、そうです、 CEO、うん、それはわかるって言ってて、ペイペイ言ってて、それが可愛かった、うん、今回もじゃあ森のシリーズをやろうってなって、うん、で去年は結構その可愛らしい感じだったので、うん、今年はなんかなんだろう、その世界観はそのままにちょっとなんだろう厳しい、そうです、水際作戦だとかやって、あ、なんかそういうのよく分かんなかったんだよな。要するに生活保護を受けたいんですっていう風に来る人に対して、うんうん、あの森のファンタジーなテンションで追い返しちゃう、やり込めちゃうみたいなことですかね。なんて社会的なことが俺は全然分からないな。社会風刺ですね、あれは。そういうこと、そうそうだよね、そう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 、そういうことなんだよね。しかも水際作戦って言ってるのに池に落とすっていう、水に落とすっていう、ああ水際作戦とか言ってるのに、そうなんですよねとかね、なんか結構、はい、去年も私はそこにチャチャを入れる係というか、はい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 、外からやってきてまともなことを言う係みたいな感じだったんですけど、今年もそういう感じで、そうそうそうでしたね、はい、それがまず去年から続いてるのが、それがまず第一個で、うん、次が田んぼを見に行く、田んぼを見に行った、ね、そうですね、あの家族が藤原くん、八木さん、宮部さん、私の家族が、うん、あの田んぼこう台風の時に田んぼに水が溢れて流される人がいるというニュースがあるんですけど、うん、そうですね、はい、それをテーマにしてる、うん、そのコントをやりましたね。去年はそのなんだっけ、教習所で見させられる保険加入のビデオっていうので、ね、藤原さんが、光一くんがどうしても保険に入らずにお父さんに車を借りて運転ドライブをして事故に遭い後悔するっていうのを2分間したんですけど、はいはいはい、今回は水に流されてそれを2分間流されるっていうコントを、うん、流されてましたねやりましたね。あーと、そうね、自分の田んぼじゃないっていうくだりが何回もとか、まあ、やっぱ面白いんだよ ね、 そうですね、どうしてもね、自分の田んぼ、うちは田んぼ農家でも何でもないのにどうして田んぼを見に行きたいのって、なんとなくだよ、なんとなくだよ、あのセリフを笑わずに言えるの本当にすごいなって思ってる、見てても笑えそうになりますよね、なんとなくだよってこんなに純粋になんとなく田んぼを見たいって思ったことは初めてだ、そう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 、だから見に行かせてくださいっていう、うん、で3つ目があの町一番の何々屋っていうのが、バカントので一番最初にやった明日のアホン公演の第2回目の時に町一番のポスター屋さんのコントがあって、それは稲川くんがそうだ、ね、ポスター屋さんをやってたんですけど、その次の年に私が町一番のリボン屋さんのコントで、あそうだ、リボン屋さんだった、エイミーちゃんでリボン屋さんをやったんです。で今年は町一番のシルバーアクセサリー屋さんをやりました。そうなんです、つながっているというか、そうですね、そっか、俺それはやっぱあんま気づかなかったな、うん、あ本当ですか、そう言えるともう完全にそうだなって思うけど、うんうんうん、あそっかそっかって今は思った、町一番の何々屋ですね、そう、なるほどね、その3つかな多分、うーん、うんうんうん、何が一番好きでした、相田さん的には、まあ、今回は、うーん、遠いくだらないということに関してやっぱボックス家族ですね、 2x4 はすごいですね、まあ、あれはもうそうだね、私結構千馬列車が好きでしたね。千馬何？近鉄を走る。あれ千馬列車、ね。マクドナルドの行商の話。うんうんうん、チキンタツタが一番好きでした。いや、そうですよね。あの嘘の情緒。すごいねあれ。嘘の情緒すごいですよね。すごい。なんか。あれは確かにね、美術もあれもすごかったしね、あれは発注してるやつだと思うけど、そうですね、はい、
そうなんです。吉丸さんがやっぱぶっ飛んでたよね。今回の吉丸さんすごかったですよね。マジでぶっ飛んでた。そう、去年もおばあちゃんかいと思ったからね。あ、そう、おばあちゃんなんですよね、あれね。でしかも吉丸さんはなんか今回そのおばあちゃんをやるためだけに髪の毛をシルバーのスプレーで毎公演毎公演、あれそうなんだ、あれシルバーにしてたんですよ。こんなに白髪あったっけって思ってたで俺。あれ毎公演ビニールがゴミ袋を首にかぶって衣装につかないようにした上で、そう一人でシルバーのスプレーをかけておばあちゃんをやってたんですよ。吉丸さんのあの一つ一つのキャラのその作り方とか、作り方というか作り込みが本当にすごくて、すごい感心してて、ま、去年もすごかったですけど今年はよりこうすごかったですね。すごかったね、うん、面白かった。もうね、あの千馬列車の時私後ろであの電車のドアを開けたり閉めたりしてるんで、もう遠慮なく遠慮なく笑ってたんですけど、後ろであの藤原さんと私がこうドアを一瞬開いたり閉じたりする、ドアを一瞬開けたり閉めたりしてたんですけど、あの吉丸さんがこう回を重ねるごとになんか芝居が変わっていったり、どんどん味付けが足されていったりとかして、それそうなんだ、それにいちいち藤原さんと私はびっくりしたりしてて。じゃあ俺はだいぶアップデートされてるのを見たんだな。俺は最終日の昼だったんで。お昼ですね。なんかそうですね、すごかったです。 あれでもそう、あれ多分そう、七重がドアやってんだなと思ってたけど、はい、結構八木さんとかが通るからさ、そうなんです、あれいるよなって結構思ってたよ。いや、あれめちゃ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 すっごい狭くしてるでしょ、あれめちゃめちゃこうギュッてなってました。そう、入ってるよなって思いながらめちゃめちゃ縮こまってました後ろで。そうなんです。チキンタツタが ね通ったりしてね。これ言っていいのかよくわかんないんですけど、はい、まあ大丈夫だろうと思って、はい、うんうん、後々聞いたらその、はい、ドアを開ける係の藤原さんが公演中に携帯を見てたらしくて、うん、あーなんか、うん、あのセリフを追ってましたね。セリフを追ってたんだ、うんうん、なんか携帯電話を音鳴らないようにしろって公演前に言ってるのに、うんうん、藤原さん携帯見てるっておかしくねって個人的に思ったら、それはセリフを追ってたんですね。なんか結構その台本を毎回そのそうですよね、どこで開ける、うん、そうそうそう、失礼しました。いや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 、いやでも、ね、持ってくなよとは思いましたけど、私は持ってくんなよとは思ってましたけど、場所的なあの見える角度の人もいますもんね。そう、見える角度してるよね、うん、横側の人は見えるからね。タイミング開けるタイミングとかをこうちゃんと確認してた。そうですね、セリフを追ってて納得、うんうん、納得しました、はい、すいません。そうそう、うん、私もえって思ってたけど結構見ててセリフをはいはいはい、はい、そうそう、あの明日のアーは台本があの Google ドライブとかで共有されているので、うーん、特に藤原さんは結構携帯で台本を見ながらあの稽古中もやってたっていうのはあったか。よくできるなそれ。いや、そうなんですよ、私も本プリントアウトしたくなっちゃう。紙がいいなってすぐ思っちゃう、書き込みたいなってすぐ思っちゃうからあれなんですけど。なるほどね、そうそうそうっていうのはあった、ありましたね、うんうんうん、そうそう、携帯ね、そうなんですよ、もう面白かったな、うん、いやでもそうね、なんか最初どういう想定だったか、観光じゃない今回タイトル。そうです、観光ですね。でそう、まあ実際、うん、しかも最初実はあんま観光じゃなくなっちゃいましたみたいなこと言ってたそうです、そうです、けどね、なんか最後に原宿の観光の、うん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 、演目をやるかなって思ってたんですけど、なんかやらなかったのが意外だったなって思いました。うん、そうでしたね。あ、私の携帯が鳴った。鬼太郎さんはすごかったですね。あ、まあやっぱ雰囲気違いますよ、うん。声を張ってないのにちゃんと声が出てて、そう。七重も突然アドリブで、そうそうそう、君はなんちゃらって、あれアドリブだったらしいよ。そう、あれ、そう、昼の回になんかいきなりアドリブで
なんか名前を聞かれたシーンがあったんですけど、なんか気まずいみたいな空気の中一人だけこうなんか言われるみたいなので答えられないみたいな感じだったのに、最後に何も答えてくんなかったよって言われて7公演中5回目に言われて、そうそう6回目ですね、初か、初です、ね、最終日にそう急に怖いねうわっていや、なんかあの時に何か名前を答えようかなってよっぽど思ったんですけど、なんかあの犬のコント、愛犬家のコントなので犬を演じてると思ったら人間だったで、いや人間だよねあなた名前はって聞かれるっていうところだったんですけど、そこで人間の名前を答えちゃうとその後の八木さんが潰れちゃうなと思って答えなかったんですよ。そう、そしたらなんか犬の名前を答えてほしかったらしくて、あそうなんだ犬の名前を答えてほしかったらしくて、いやでもあれ人間かってやっぱそれはさすが沖田さんだったな、狂気ですよ ね人間だしなっていう人間だしな、なんかすごいあれでもな、あれもう八木さんがあれ入っちゃったら面白いんだもんな、いや八木さんの表現力はすごいですよね、八木さん、吉丸さんがやっぱりこうすごかった、すごかった、花を咲かす吉丸さんマジすごかったないや今回結構感想のツイートとかを追ってると、うん、吉丸さんがすごい気持ち悪かったみたいな、そうだ、ね、ツイートがすごい、いややっぱ狂気を感じるあの人には、うん、やっぱナチュラルやばい人だから、ね、ナチュラルやばい人、そうすごい、左右の二人もやっぱもう馴染んできますね、そうですね、役者そう二人が声がでかくて、うん、すごいすごかったです、うん、やっぱりバンドマンすごいなって思いました、うん、声の出し方はね、そうハリエさんとかナチュラルすぎませんでした、まあそうだね、ハリエさん初めてなのにナチュラルすぎて、なんか友達何も知らないで見に来た人が、あの人はお笑い芸人とかなのみたいな、なんかこうなんだろう、演技の仕方とか声の出し方がちゃんとしているから、そうお笑い芸人かなとか思ってたみたいに言ってて、もともと声通るからね、そうなんですよ、そうだからあのハリエさんの笑い声がかあの客席で聞こえると安心するというかっていうのがあったのに、ステージ側に来ちゃったから、そうね、今回ねガハハハハっていうのは、そうなんですよハリエさんで一番好きなのはあの千馬の時のあのなんだっけ、市場のおっちゃんみたいな、セリのおじさん、ね、そう、はいはいはい、セリのおじさんの時すごい好きですね。あの 2x4 もハリエさん一番うまいんだよな、ここ動かすのが箱を、ああそうだね、そう 2x4 の家に父帰るっていうコントで、箱の家族の話ですね今回は、そう吉田さんが普通にやっぱ、はいはいはい、芝居やってんなって感じがしたんです。あそうですね、前回比べると、うんうんうん、なんか前ちょっとやっぱ照れか分かんないけど、なんかいるっていうだけでいいみたいな、ちょっとそういう部分が俺は感じたの、その前回かな、はいはいはい、今回でもなんかがっつりセリフを大きい声で言ってなんか結構そういう場面が多かって、そうですね、あなんかあ役者やってるなってすごいした、レンドラ語ですしね、あそうなんだ、そうそうそう、なんか面白かったな、結構みんなそれぞれ見せ場があったよね、うん、みたいなことを、うん、とちあきさんに言われましたね、うん、そう今回人数が少ないからこうギュッとしてて、うん、みんなそれぞれに見せ場があってよかったねみたいな、うん、そうだね、なんか片岡さんはやってて面白かったやつとかありますか、はい、割と全部好きなんですけど、おしっこのやつとかやっぱすごい、うん、あれ面白かったって結構言われましたね、あ
そうなんですよね。あの最後のバカっぽく終わる、はいはい、あれはパラパラの起源の話なんですよ。そうだね。ああしてパラパラが生まれたのですっていうことだ。あこうしてパラパラという文化が生まれましたっていう、そういうコントで、あれさすが無表情のギャル感でした ね、 なんかね。あそうなんです、頑張って。 そうあれはやっぱりそうの顔リアルを感じたね。そうめっちゃギャルに寄せて。そうだね、あの表情。そうなんですよ、あの軽そうな感じ。あそうそうそう軽い楽しんでんのお前っていう顔の軽さね。手の先とかこう軽いんだけど。そうなんですよ、あの山村さんがめちゃめちゃ上手くて、上手かった、ね、そう稽古場で山村さんがそのやらされてる感がすごい、あの顔が傾いてる感じとかすごい上手で、それを見て私もそれを目指して頑張ってやりました。なるほど。そうなんですよ、なんか稽古してて自分たちがどう見えてるかっていうのがわからないから。はい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 、楽しみです、映像見るの。あれは面白かったな。前に出てきていろいろバーッて盛り上がった。どうですか、なんか、はい、あのまあでも、まあ、そんな感じが、うん、あでも一番ドア玉のヨーロピアンなインテリアのお店に関する喫茶店のコントもすごい良かったですね。あれ面白いですよね、あれ藤原さんの狂気から始まるっていうのはすごい良くて。藤原さんも本当に何考えてるかわからない変な人ですよね。なんか吉丸さんほど全身に狂気をまとってるんじゃなくて、こうなんか、あれもしかして変な人かなみたいな、そういう狂気てか、そうサイコパス的な。サイコパスですよね。田んぼとかもまさにやっぱそう。そうそうそう、なんとなくだよって。なんとなくだよ、こんなになんとなく純粋に田んぼを見に行きたいと思ったことは初めてだっていう。淡々と言う。そうそうそう。あれ他の人が言ったらあのヤバさは出ないな。そうなんですよね。なんか稽古で一回藤原さんが来なかった時に、あのなんかその日だけお手伝いに来ていた方が代役で読んでくれたんですけど、もう全然面白くなくて、え全然面白くないってか、これ別にこうなんかこういうコントじゃないみたいな感じになってて、なんかそれはそれでなんかやっぱ藤原さんなんだなって、やっぱそうなんだ、思いましたね。それは面白いね。うん、いや面白かったです今回は、うん、そのなんだろう、土屋さんとかがいないから、なんだろうな、なんかそういう役割的なものが結構分担させられていたみたいなのもあったな。土屋さんとかそのなんだろう、スミさんとかの感じとか、うん、そうそうそう、女性も少なかったので今回。そっか、うん、確かにね、はい、いやしかもすごいね、人数もすごい入ったみたいで、そうですね、すごい800人、800何人って言ってました、うん、すごいね、すごいですよね。すごい今回客席も去年と一昨年と逆側に来てましたもんね。でもあっちの方がなんかお客さんが途中から入ってきやすいし、途中でお手洗い行きやすくてよかったかなって、うん、思った。いや多分なんかで扉がネックになったんだろうけど前回、ああ場所が ね、 そうですね、そうなんですよね。でもまあ全然気にならなかった実際。そうそうそう、ちゃんと今回ビーズで絵貼ったりとかしてて、なんか全然それは気にならなかったなと思って。そうそうそう、はい、ああ開演前の宮部さんが、うん、あ 鹿を演じているのが、あれよかった、毎回笑いましたね。あれ面白かったな。なんかその4月、あれ違うな、4月の俳優公演じゃなくて5月か6月でしたっけ、翔吾と純子で出てきた鹿だったんですけど、そうそうそう、翔吾と純子の最終日にこの鹿どうすんのみたいな、捨てるみたいになった時に本公演で出せばいいんじゃないみたいな話をしてて、本当に出てきた、出てきた。あれはすごいね、はい、じゃあできない、面白かったです。いろんな人の感想もまだまだ聞きたいですね、うん、はい、まあ、そんな感じで明日のはお疲れ様でしたという感じでした。はい、じゃあ協賛風コーナー行きましょう、はい、LF ルラジオ、 LF ルラジオは第2第4火曜日に LF ルにて公開収録いたします。
いつも通り飲んだり食べたりできますので、お気軽にご来店ください。投稿やご意見ご感想はメールアドレス lfl@gmail.com、もしくはツイッターのハッシュタグシャープ LFL ラジオまでお願いいたします。 LFL ラジオ、この番組はアニッシュカプーはじゃがりこうまみ出し味が好きなパーソナリティでお送りしております。はい、アニッシュカプーアさん、アニッシュカプーアさんは僕はそのこのラジオとラジオの間にまた別府に行ってきまして、あ、なんか別府行ってましたね。はい、うん、別府に行ってきて、まあこのラジオも出たことある親友のマサヤに、マサヤと一緒に遊び行って、このラジオも何回も言っている遠藤一郎というちょっと不思議な男に会い、はい、でまあなんか本当にすごいアニシュカプアっていうビーズ作家の人がいて、その作家が別府公演でもうすごい、うん、天井してて、へー、まあ多分もう日本で見れないんじゃないかなっていうものだったんで、まあそれもあるし遊び行こうって言って行きましたね。別府あれまあ分かんない、お金の話するのあれだけど、分かんないけど多分あれ展示完全に億単位の展示で、多分はあめちゃくちゃすごくて、へえ、そのなんかまあでっかい鏡みたいのが公園ど真ん中にあるっていうのがあるんだけど、まあ、それは空が映る、うん、あ野外なんですか。そう野外、へえ、もうでっかい公園、本当にすごいでかい公園で、さらに2つ展示があって、そのために家みたいなの建ててんのよ。ほう、すごくて、 あれは見に行って本当によかった、本当そのためだけでも行ってもよかったなっていうぐらい楽しかった、いい展示だったって思いますね。うん、私のじゃがりこうまみ出し味っていうのは、はいはい、アスノアの稽古中にみんな結構お菓子を持ってきたりするんですけど、その中でもらったじゃがりこ、最近多分出てるうまみ出し味っていうのがあって、これ写真を今見せてるんですけど、うどんのうどんの汁、うん、うどんのスープを食べているみたいな感じになって、はい、すごい衝撃だったんですよ。そのままだけどね。そう、なんか出汁を食べている、出汁に食感があるって、うどんのスープを飲んでいるんじゃなくてうどんのスープを食べているって、こういう感覚になるんだなっていう衝撃があって、なんかお菓子っていうか、うん、ご飯をスナックとして食べてるみたいな感じがあって、なんかめちゃめちゃ不思議で、この前そう不思議な感じで、この前その兵庫県に行ったじゃないですか、うん、その時に最初に立ち寄ったセブンイレブンで買おうかなって思ったんですけど、うんうんうん、なんか今じゃないなと思って買わなくて、そうなんだ、買えばよかったなってなんかなんて言うんだろう、これめちゃめちゃ美味しいから食べたいとかじゃなくて、面白いから食べてほしいのやつで、なるほど、ね、かといって別にまずいとかじゃないんですけど、本当うどんの出汁を食べているという不思議な感じでした ね、 いいね、うん、そう食べてみます、ぜひ。そうなんかまた思い出したんですけど、そのアスノアで今回麺類を網羅しているなと思ったんですね。あ、パスタ以外ありますよ ね、 あるね、ラーメン、そば、うどん、そうめん。ラーメンは、ラーメンは麺匠ですね。そっかそっか、麺の匠と書いて麺匠。そう、そばは味のドラマ。そうか、でうどんは鬼太郎さん、太郎さんと宮部さん。そうです、そうです、そうめんも、ね、そう、うどん、そう、ね、そう、あれはすごいなって思いましたあんなに麺の話が出てくる、そうそうそう、ないよね。そうなんです、麺ばっかだったなって 思った最初の喫茶店でじゃあパスタが出てくればよかったね、ナポリタンとかね、そうそうそうすごいなって。去年は二郎のコントがありましたね。ああそうだったね、うん、
結構やっぱそんぐらいの狭いのもやっぱあってもいいよね。ピンポイントでね。ピンポイントの。そう、今回はマクドナルド屋さんぐらいじゃないですか。あ、マクドナルド屋さん、マクドナルド屋さん。テロリテロリとか。あ、そうです、ポテトの上がる音ね。まあ、あれは結構わかるか、ペポペペポペですよね。はい、半年ぐらいバイトしたことあるのね、マックで。あ、そうなんですか。ベースを買うためだけに。わあ、いいですね。買ってすぐやめちゃったんだけどなんかあのペポペペポペっていう音あるじゃないですか。スペア座かなかなんかがポテトって曲があって、あのテテ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 から始まる曲があるんですよ。それをベースとしてそこからどんどん曲、あの楽器が入っていくみたいな曲があって、曲名がポテトって名前なんですけど、そう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 、あの あれは残るメロディーですよね。ラブレターズの着信音がラップになるやつ。あ、そう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 、そういうことです、そういうことです、そういうことです。なるほどね。そうそうそう、そういう感じで。それはいいね。そう、今回結構なんだろう、ネタがわからないとわからないネタが結構あったなと思って、何日目かに家族が見に来たんですよ。おお、そうなんだ。あの母とマリエちゃんとユリエちゃんが見に来て、なんか22日がお姉ちゃん誕生日だったんです、マリエちゃんの。でみんなでご飯行こうよって言われた時に、あ、ごめん22から25で本番があるからごめんって言ったら、何本番って何みたいになって、いや、わざわざ言ってなかったから、本番って何、ママも行けるのみたいになっちゃってママも行っていいのそれみたいななんて、なるほどね、何日だったらいけるんだけどみたいな。本番ってない何本番ってみたいな。奈々ちゃん本番があるらしいよみたいな感じでなるほどね。そう、でもなんかそれで思い出したんですけど、思い出し話ばっかりなんですけど、その中学生だか高校生の時に横道世之助、映画の、横道世之助って高良健吾さんが主人公で吉高由里子さんがヒロインで、実際に あった事件を元に書いたフィクションの話なんですけど、その何だっけな、実際の事件は確か電車のホームでに落ちそうになった人を助けて死んでしまった在日の朝鮮人だか韓国人の方がいて、それの事件を元にしたというか、まあ、それがベースっていうよりも最後にそうなって主人公の高良健吾が死んだっていう話が出てくるだけなんですけど、っていう映画があって、横道世之助っていう、その横道世之助で、その吉高由里子がめちゃめちゃお嬢様で、で高良健吾はなんか普通にアパートに住んでる大学生みたいな感じで、そうで田舎から出てきたみたいな感じの大学生で、それで恋になるんですけど、吉高由里子と一番最初になんかデートに、みんなで、で、なんだろう、デートじゃないけどみんなで遊んだ時に行った喫茶店、ハンバーガーショップの店員さんをやってたのが宮部さんで、世之助のお父さんをやってたのが鬼太郎さんだったんですよ。あ、で私その横道世之助すごい好きなんですけど、映画として、それを初めて見た時に、確か母と一緒になんか見に行ったんですよ、試写みたいのを。なんかそれをなんか急に思い出してなんか世之助の二人だってなんとなく思ってたんですなるほど、ね、そうそうそう、横道世之助だって思ってたんですよね。なるほど。そう、鬼太郎さんすごい面白かったですね。なんか、初日に寝癖がついてて、鬼太郎さんの、はあ、なんで誰も言ってあげないんだろうってずっと思ってて、すごいピョンって髪が跳ねてたんですよ。なんで誰も言ってあげないのかなって思って、なんか私が言うのも違うかなって思って、なんで誰も言ってあげないんだろうって思ってたら、でなんか楽屋でなんで誰も言ってあげないのかなみたいなことをつぶやいてたら、吉丸さんが急に七重さんって言って、七重さんの鬼太郎さんの寝癖って言ってきて、私が直すことになってなんか大丈夫かなって鬼太郎さんが言って、なんか、あ、じゃあ水つけて直しますねって言って鬼太郎さんの寝癖を直すことって一生ないんだろうなこれからと思ってなんか面白かったです。なるほどねそう、あと稽古の時になんか公民館じゃないですけど、そういう
地区の施設を使ってその、はいはいはい、集まってやってたんですけど、一回部屋を土足が気にしたので、あのスニーカーを脱いで入った時に、部屋を探してたらスニーカーがなくなっちゃったって言ってて、北郎さんが、はいはいはい、ちょっと行ってただけなのにスニーカーがなくなっちゃったんだよどうしようみたいな、誰かが持ってっちゃったんだよみたいなことを言ってて、あどうしたんでしょうねみたいな、帰りまでに見つかるといいですねみたいな感じで稽古を始めようとしたら、あーって言って、うん、俺黒いスニーカーを履いてきたと思ってたけど白いスニーカーだったみたいな何それ同じスニーカーの色違いを持ってたらしくて、ああ自分がもう見間違えてた。なるほど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 事件が、思った色、うん、そう事件があって、なんか普通におじいちゃんだなって思ってましたねまあもうねそのぐらいがしかも面白いっていう、でなんか打ち上げの時に北郎さんが 帰られて、北郎さんなんかおじいちゃんみたいだなみたいなこと言ったら、左右の桑原さんに、おい北郎さんすごい人なんだぞって言われて、おじいちゃんがすごくないっていうことじゃないからね、すいませんみたいな北郎さんすごい人なんだからなって言われて、あそうですよねなんか写真撮ってもらったら、なんか親戚の集まりみたいな写真になっちゃって、なるほどね、ツーショットがなりそう、おばあちゃんと、ま、おじいちゃんと孫みたいになっちゃってなんかおじいちゃんみたいだなとか言ってたらおい北郎さんすげえ人なんだからなって言われてすごいでも優しくていい人でした、すごい。なんかシティボーイズの話とかも打ち上げで少しされてて、基本的に役者をやっていて、うん、その脚本家の脚本を超えるような演技をする、それをしたいと思ってたししてきたから、だいたい脚本家とぶつかり合いになって、脚本家がこう拗ねてやめてくみたいな、やめてくんだ、やめてくとか、あの、はいはい、なんだろう、もうこいつはいいってなったりとかする、喧嘩別れというか、そのシティボーイズはもういろんな脚本家の人とやってきたけどみんな悲しい別れだったよみたいな言ってて、でもお前たち素人は本の通りにやるのが精一杯でみたいな、その本の通りに頑張ってやろうとしてることにこう胸を打たれたみたいな、もうこっちからしたら、いやもう本の通りにやることでいっぱいいっぱい、本の通りにやることがもう 目標じゃないですけど、それ以上なんてもうできたもんじゃないというか、まあ、私は役者じゃないからそう、それでいっぱいいっぱい、大北さんが想像しているこの、これこの脚本により近づくっていうことだけが目標で、超えていくなんて考えたことがなくて、とか超えられたことなんて多分私はなくて、そう、そうやって一生懸命やってる姿に心を打たれて、なんか自分は芝居でその笑いを取ろうとして、なんかそのなんだろうな、汚れちまったなと思ったよみたいなことを言ってて、あそう、そう、そんなことを思ったんだなって思ったりして、うん、なんか面白かったです ね、そういう話も聞けて、うん、シティボーイズ面白いですよね、うん、シティボーイズが好きで見に来てくださった方はどういう風に思ったんだろうな、でも多分スティーボーイズっぽいコントがあったみたいな風に言ってる人もいたしな、あそうなんだ、うん、楽しんでもらえたかな、どうでしょうか、はい、曲紹介に行こうかな、じゃあ、そうですね、はい、私は去年も多分明日のアーの公演の後に左右を紹介したと思うんですけど、今回も左右を、劇中のその 2x4 の家に父帰るっていう曲、あの項目の後にあった箱の歌っていう曲を、左右で箱の歌です、はい、はい、左右で箱の歌でした、はい、左右かっこいいんだよな、うんうん、はい、じゃあコーナー、まあコーナーってわけじゃないですけど、はい、今回はなんかあのお土産がね、はい、あるということで、あれ今待って 何言ったっけ、 何のお菓子の話したっけ、その前じゃがりこのうまみ出し味です、
うどんの出汁、はい、前回か前々回のラジオで、ココナッツシュガーチョコレートの話、それこそオッドの展示の時に食べたっつったら、めちゃめちゃ食べてて、本当それこそ味のドラマじゃないですけど、これめっちゃ美味しいんだよね、美味しい美味しいんだよなこれっていう風になっちゃう、あの一粒でちゃんと効くやつ、一粒で効くやつ、これをね、オッドのミチコがね、はいはい、明日のアーの本番中にめちゃめちゃどっさりくれたんですよ。本当。なのでいっぱいあるんで持ってきました。はい。イエーイ。というわけで食べてみます。実食。私別府行ってきたので。別府のお土産？別府のお土産、まあもうなんかもうどこでも何でも買えるからあれなんですけど、でもこれでもなんかちゃんと大分別府で作ってるやつっぽくて、うんうん、へー、カボスのラングドーシャ。大分県、まあ、大分県本当カボスの文化なんで、へえ、もう何にでもカボス入れるんだよね、味噌汁とかも入れる、レモン代わり、そうレモン代わり、あれなんかね、なんかカボスが入ってるやつなんか食べたな、なんか例えばそうだ、なんだろう、まあ普通お寿司屋さんとかも結構すだちとかだけど、うんうん、あそうだ、すだちか、うん、そう全部カボスでしたね、の、うん、カボスのラングドシャと、ラングドシャってあのなんかクッキーとクッキーに挟まれてるチョコみたいなやつですよね、あれがそうなんだ、え違うんですか、わからない、そうなんじゃないんですか、そうなんだ、そうだと思って、ラングドシャってよくわからない、でも多分見本みたいのがあって、はいはい、そういうクッキーとかクリームとか抹茶のこういうやつ俺好きなんだよなと思って買ってきた、うん、結構ザラザラした感じの、うん、メレンゲ焼いたみたいな感じの生地にのクッキーに何かが挟まってればそれはもうラングドシャなのでは、はい、ちょっと開けたらジャケがダサかったっていう、そうなんですよね、ダサいんですよね、これこれダサいですよね、これちょっと良くない、なんかフォントがやばい、なんか、うん、ワードみたい、うん、ワードで作ったんじゃないですか、ワードで作ったのかな、でパッケージは、まあ、ちょっとちゃんとデザイナー入れてる感じなんですよ、そうですね、うん、パッケージだけでもって思ったんじゃないですか、そうか、うん、あとあれですね、カボスハチミツって、はい、カボスハチミツってちょっと美味しそうだなと思ってお土産買ってきて、液体カボスハチミツ思ってるから酸っぱい、酸っぱかったです今、うん、あのお湯割りで飲んでるんですけど、5倍に割ってお飲みください、夏は冷たい水やソーダに詰めて、冬はお湯でホットジュース、焼酎とか日本酒入れても美味しいと言われて、酸っぱい、うん、結構酸っぱい、元気になりそうじゃないですか、そうですねこれ俺日本酒入れてみようかと思って、あ、うん、結構面白いと思う、はい、じゃあお菓子を2つ、はい、あと俺が昨日ちょっと兵庫県、そうですね、いろいろ撮影とかして戻ってきた時に静岡で単にサービスエリアやったらコッコがあったんで買ってきました、コッココッコ好きなんだよ俺、コッコも、うん、私知らなかったんですけどラジオの CM でだけ知ってたんですよね、え、そうなの、コッココッココみたいなやつ、知らない、コッコってなんだろうってずっと思ってて、コッコって全国区だよね、え、そうなんですか、わかんない、みんな知ってる、知らない、俺は知ってるんでわかんないです、いやで静岡なんだ ね, ね、静岡、そう私もコッコって静岡なんだって思って、そう知らなかった、なんかラジオの CM で知ってたから全国区ってなのかなと思ったけど、ね、どうなんだろう、そうだ、それ以外で、あ静岡のものなんだと思って、なんかそう思わず買ってしまった、はい、はい、どれからいきましょう、カボスからいっとこう、カボスラングドシャいってきます、一番いってきますって言っちゃった、うん、いただきます、はい、多分俺も想像してるお菓子だと思う、あそう、あこれ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 まあでもそうね、なんかチョコが、チョコ挟まってる板チョコみたいのが結構黄緑っぽい色をしています、いただきます、いただきます、うん、カボスなのかどうかがわからないね、まあうん、美味しいっちゃ美味しいけどぼんやりしてるな、なんかもう味がわからないやばい、なんか
あのずっとすっきりレモン味ののど飴舐めててカボス蜂蜜のお湯割り飲んでてカボスラングドシャ今食べてるんですけど、ちょっと全然味が分かんないです。あんまりカボス感ないですね。うん、まあ、香りがちょっとあんのかな、あんのかなっていうぐらい、多分か香り結構するな。香りもよく分かってない、うん、でも甘いものを食べてる感じはあります。だいぶぼやぼやだな。そりゃそうだな。はい、いやココナッツシュガーチョコレートいってくださいよ、はい、めちゃめちゃあの本当に濃いので、濃くてめっちゃ美味しいので、あ割とつるっとしてんだね。あ、そうなんです。このちょっと俺写真パッケージ的にはザラついてる、ザラついてる感じだと思うじゃないですか。どうぞ。うん、本当だ、効きますよ ね、濃いね、うん、うん、これ美味しいんですよ、美味しい、本当だ、そうなんですよ、なの濃いのになんか飽きないというか結構食べちゃいますよね、うんうん、確かにね、ちょっとご飯的だね、なんかこのココナッツか、ドーナツを1個食べた感じぐらい、あの俺あれ好きなんだよな、オールドファッション、ミスドの、そう、はい、あれオールドファッション、オールドファッションって普通のシンプルなやつに、なんか白いのがいっぱいついてるやつ、あ、違います、違います、ココナッツ、それは分かんない、私オールドファッションが好き、私はオールドファッションが好き、黒くて白いのがついてるやつ、これなんだっけ、でもそのぐらい、あ、でもこれは止まんないってことはもう開けちゃったり、そう、止まんないって思いません、すごいですよね、何を考えて開けてしまったり、そう、こんなに濃くて一粒でちゃんとあのカカオが効くのに、うん、食べ続けちゃう中毒性ってすごいですよ ね、これ前ね、うん、そうなんですよ、濃いのに食べ続けられちゃう、うん、うん、本当だ、美味しい、うん、これ美味しいので皆さんおすすめで、もう一回言っとくと、ナチュラルローソンなの、ナチュラルローソンに売ってるね、そう、ローソンに売ってます、ココナッツシュガーチョコレート、ココナッツシュガーチョコレート、あとコッコ、久しぶりだな、なんかこれふわっとしてんだよね、そうですよね、なんかスポンジ生地の中にカスタードが入ってるみたいな感じでしたよね、うん、結構卵が濃いんですよね、そう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 、スポンジケーキが、うんうん、あれ通りもんとかもこういう感じでしたっけ、通りもんってなんだっけ、通りもんってなんだっけ、あの通りもんじゃないや、違う違う、間違えた、萩の月、萩の月、萩の月、はい、はい、いただきます、萩の月のもカスタードですよね、白いんだな、萩の月うまいな、うん、おいしい、うん、おいしい、あ、結構こんなにクリームだったっけ、うん、軽いね、うん、卵パンみたいの美味しいな、うん、おいしい、これ2つで200いくらだから、このサイズいいなって、そのサイズいいですね、うん、はい、美味しいなっていう、うん、なんかその兵庫県のに昨日までね行ってたんですけど、はいはいはい、とある撮影で、とある撮影で、はい、相田さんも一緒に行っていて、うん、3日間の泊まり込みの合宿撮影だったんですけど、あれは合宿撮影でしたね、あれは合宿撮影って言います、あれを合宿撮影と言います、うん、そうですね、うん、そう、あれ毎食相田さんがご飯を作ってくれてですね、うん、すごいあの合宿撮影とかのご飯がこんなに充実してることがなかった、未だかつてなくて、あ、そう、すごいちゃんと炊事班がいるといいなと思いました、あ、そう、それは良かったですなんかまあ、そう、なんかちょっと変わった建物で、うん、しかもそこでキッチンをフルで使えるっていうのがマジで助かって、ね、
あれ毎回外出て食ってたりとかさ、なんか無理だし、本当にただの作りね、温めただけみたいなのも嫌だしと思って、うん、そうなんです、お弁当とかかなって思ってたから、うん、うんうんうん、すごい嬉しかった、ね、おでんとか良かったですね、はい、楽しかったですね、楽しかった、いやでもお疲れ様でしたお疲れ様でした、まあとある、まあ、別に僕のバンドのねコアブリューの撮影なんですけどね、今回もまた頭使ったな、なかなかルール、うん、いやでも京都が一番頭使いました、やっぱそう、うん、現場でいきなりなんか京都が一番頭を使っていたし、なんか一番ミスをしていた気がしていて、自分の中で、ああなるほどね、はい、自分の中で京都の時がなんか、京都のライブ本番じゃなくてライブ前のリハの時が一番難しかった、なるほど、うん、あれ難しいね、しかもやっぱ時間ないしね、うん、今回は実はそう3日間本当に丸々、まあ1日は移動とかだったけど、まあでもゆっくりリハーサルも時間使ってっていう感じの撮影だったんで、まあ公開タイミング来たらまた言いますね、そうですね、公開のタイミングが来たら、はい、女の子4人ゲストでやってもいいかもしれないですね、うん確かに、全然コアオブベルズの話できないと思うけど、うん、すげえ仲良くなって後半めちゃめちゃ仲良くなって、年代が同じなんだよね、そうあのキーちゃんとまどかちゃんとナンシーが同い年で、あナンシーって言ってるし、そうナンシーって呼ばれてるらしいからナンシーになっちゃったそうそう、はあはあ、年代が同じで、あの3人が本当同い年、同い年で、で何が1個下、そうなんですよ、あ何が2時間行きましたねこれ、そうなんですよそう、それでなんかしかもこうキーちゃんも下北沢にずっと通ってたし、はい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 、まどかちゃんがこう下北沢のお店の人だったりとかするから、うそういうのとか、そうそう、あとそのナンシーまどかちゃんがもうすでにすごく仲が良かったから、そうね、うん確かに確かに、まどかちゃんがいたからあんだけ仲良くなったんだと思うっていう話を帰りの新幹線でキーちゃんと話して、だって結構ナオミちゃんは人見知りらしくて、だってリハっていうかその、うん、あったじゃないですか、東京でリハをやった時、だってあれまどかちゃんいなかったらあの感じで終わってたんだよね私たちっていう話したら、確かにと思って、なるほどね、そうだね、確かに確かに、すごい良かったねみたいな、なんかキーちゃんとハッちゃんみたいな感じだなって思ってた、ナンシーとまどかちゃん、ハッちゃん、ハッちゃんってハッちゃんってなんだろう、私にいるハッちゃん、ああはいはいはい、キーちゃんハッちゃん、はい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 、二人の感じがナンシーまどかちゃんって感じかなって、なるほどね、キーちゃんハッちゃんもあの高校生の時から、ああそんなに長いんだ、でもナンシーまどかちゃんなんて小中高ですからね、あ小中高なのって言ってました、あそうなんだ、俺それ知らなかった、そりゃすごいわ、それはすごいね、うん、それすげえなね、へいや楽しい撮影でした、なんか久しぶりになんかこうはしゃいだ、なんかずっとあの学校の廊下にいるみたいな感じだった、ずっとずっと学校の廊下にいるみたいな感じの感じでした4人部屋でねお願いしてたっていうのもあって、そうなんですよ、はい、本当、はい、先にじゃあ女子4人ちょっとお風呂シャワー入っちゃってみたいな、そう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 本当にそういう感じだったから、髪長い人から入るよみたいな感じ、そうそう、はい、で私が入ってる間に2人が布団を敷いてくれてみたいな、はい、でね、そうそう面白かったです、はい、まあそれは後々年明け年度内には何かしら発表しますので、はい、まあそのぐらいかな、うん、ちょっと実は24日の土曜日にラジオの更新が危なかったですね、はい、えそうなんですか、俺も当日まで24日本番中だったし、そうなんですよ、うん、俺も結構さその土曜日の朝起きてやることが多いから、まあ、うん、予約でちょっと投稿できるっちゃできるんだけど、うんうん、まあ大抵その日の朝起きて、そうだったんですね、そう、うん、知らなかった、アップするから、そしたらあれ加藤岡くんから後半来てなくねと思って、ああそうだったんですね、そう今までほとんどなかったんですね、送ってないってことが、うんうんうん、当日まで送ってないってことはなくて、
結構その日の次の日とかに送ってくださってたイメージが、そう、大体その週にはまあほぼほぼ送ってで、そう、しかも前半後半でセットで来たりとかするじゃん、うん、でも俺が別府を次の日行くから、うん、前半だけその日の夜急いで送ってもらったの、この前の収録の翌日、うん、直後で、それでそのまま多分もう飛んじゃった、飛んじゃってました。俺もだから飛んでたから、うん、でまあ7位にメールするって、まあ別にしなくていいやと思って、まあ、うん、土曜日更新じゃなくなるかなと思ったけど、その日急いで片子が多分帰ってくれて、すごい、その日ね、日曜になる5分前ぐらいアップしたんですよ。おお、すごい。あ、そうだったんですね。あ、土曜日中の更新を死守死守いたしました。すごい、無事にね。まあ、別に何が無事かはないんだけど、死守していきましょう。ちょっとそれは面白いなと、よかったです。すごいです。だって第61回、本当だよ。少なくともこの倍は必ず死守して更新してきてるんですけど、ね、122回更新してるんですから、すごい。しかも3回その中編とかあったりもするからね。そう、あったりするから、もうちょっとあるのと思う、もうちょいあると思うし。いや、なんでこんな120回とかもやってるのに話が上手にならないのかっていう話ですよ。まあね、なってる、なってる、なってます、なってますか、なってるんだよ、ちょっとだけちょっとなってるよ。でも面白い話とか全然できないですけどね。面白い話はできないかもね。そう、面白い話とか全然できないなって思う。何がありましたっていうことしか。そうそう、近況報告。そうだよ、だって、あ、それ言うとあれですよ、フロムイーストの中林君とついに野球やりましたから。あ、すごいついにゲスト前出ていただいたんです、うんうんうん、しかもその日ライブをやっていただいてね、レイフルで。そうですね、去年だっけ、一昨年だっけ、一昨年かもしれない、うん、下手したら、ね、かなり前だよね。そうですね、最初の初年度の3月とか、うん、かもしれないね。なんか確か高知に行っちゃうから、うん、そうそうそう、4月から高知行っちゃうからみたいな感じで、そうだ、出てもらったんだ。で、そっからしばらく会わなかったんですけど、うんうん、まあ、たまに家の近く、多分近く住んでるから会ってた、うんうん、あ、あって話はあったけど、この前羽根木公園で会って、で今度試合やりましょう、試合はちょっとできなかったんだけど、うんうん、よかったら普通に僕ら練習いっぱい混ざってやったら楽しいからっつって、うんうんうん、普通にノックやらなんか野球がどうこうみたいなこと言ってた時に、相田さんがやってるから連絡してみなよみたいな感じで言ったことがあって、うん、そうそうそう、そう、本当に12月試合やるかもしれない、すごいっていうね、ご近所、ご近所友達ご近所友達、はい、はい、告知宣伝はありますか、はい、ですね、12月の、13、14に第2回目、第2回目っていうのは別にないんですけど、また南浦のムクムクで出店いたします。お、LA フル、前回いつでしたっけ、あれ8月じゃない、 8月だ、8月ですね。すごい忙しかった時の記憶だから8月じゃないかな。そうですね、毎週出店してた時だ。そう、多分そうだ、そうだ、そのムクムクの2日目の時に私携帯がぶち壊れて、ああ、うんともすんともだ、ね、そう、言わなくなって、前のボロボロの iPhone5C を使って、最近やっと新しい中古の 5C にしたっていう話だ、はいはいはい、そうだそうだ、はい、そうでしたね、8月でしたっけね、あれね、うん、多分そう、わー、無理ですね。でしかもその週、うん、水木なのかな、それ木金かな、木金だな、12、13は水木、あ、13、14は木金です。木金で、はい、日曜日もなんか俺16日ですか、手伝うのよ、ムクムクの。あ、そうなんですか。それはムクムクが出店するんだよ、なんかのイベントに。ほうほうほう。埼玉の方でなんかいろいろね、シャムキャッツとかキセルとか出るイベントが欲しくて、あ、それなんかそのアカウントにツイッターをフォローされた気がする。なんか楽しそうって思った。となんかそういう出店が初めてらしくて、うーん、猛烈に不安らしくてよ。そうなんだ。え、だってでもそういう、あ、そうか、そういう野外とかフェス的な出店か。そう。そっか、しかも本当になんかあれですよね、海の家でやってもらっただけですもんね、初めてね。そうそう、多分そう、その感じじゃなくて、だからもう機材も運んだりとか、うん、テントも自分で用意しろって言われてたんで、何それみたいな。それ大変ですね。え、そんなのだって持ってるわけないじゃんね。しかも
すげえ出店数あるらしくて、埋もれちゃうしどうしようねみたいな話をこの前ちょっとして、わー、まあでも頑張りますけど、うん、っていうのもありつつ、はい、じゃあ13、14、16、埼玉に僕はいますんで次のラジオの収録はちょっと今日はね一回ちょっとみんな疲れが溜まっているのでして次は4日、4と11 4日でいいですかね、はい、4、11、25の感じだと思います、はい、承知しました。12月ですよもう、やばいすごい大丈夫ですか、12月です、大丈夫じゃないんだけど、2018年が終わる、終わる、すごいマジかよって感じだな、すごいですね。また最終回は鍋かな、そうしましょうかね、チャンヒーまた呼んだらいいんじゃないですか、うん、それがいいかもね、うん、うんうん、はい、じゃあ今日はそんな感じで終わりにしましょうか、はい、エンディングいきましょう、はい、エンディングに、エンディング、あ、ちょっと、エンディングですね、ゲスト3回呼びそうなんですよ、ダダ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 ダ、はい、エンディングです。すごい今日はお店が賑やか、そうしたね、なんか今日金曜日だと思ってたんだよな、今日何曜日、木曜日でした、木曜日か、うん、ああ俺は次までに必ずハードコア見に行きます、ああハードコア私も見てない、見に行かなきゃ、そうだイベントが2つとも行けなかったから、そうですね、昨日あった28日、ああそうだったんだ、ロフト A、 うわー行きたかった、今井さん行ったってツイート返したな、T シャツがそこで写ったら欲しいんだよ、うわーハードコア T シャツ、そうなんだ、なんかこれはキーちゃんから聞いた話なんですけど、はいはい、吉祥寺のアップリンクで、うん、退屈な日々にさようならをが2月に上映があるそうです、皆さんよければちゃんと 日にちなど日時を確認して次回で告知をしますね、うんうん、2月らしいので、はい、吉祥寺のアップリンクってもうできてる、できてるんじゃないですか、新しくできるってことなのかな、できるなのかな、どうなんだろうね、はい、ちょっといろんな情報がふんわりしていてすいませんちゃんと調べて告知します、はい、はい、ということらしいです、うん、愛が何だもよろしくお願いします、そうですね、はい、ということで今日はゆったりゆったり放送でした、はい、ゆったり放送でした、はい、ありがとうございました、本日お送りいたしましたのは、はい、エレフルの間でした、ナビゲーターの野内でした、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。